どうも、コタコです。はい、今日はですね、ここ私の実家なんですけど、みーちゃん、ここだろ。お腹空いてますね今6時で、今日は今から私が父と母に夜ご飯を作りたいと思います。私がインスタのね、ストーリーによく東京での自炊を載せてるんですけど、その中でも多分登場頻度の多い私のもうお箱中のお箱だけを作っていきたいと思いますので、もしよかったら何かの参考にしてみてくださいでは早速何をするかというと、ベビーリーフをですね、水切りボウルに入れます、うん、はい、そしてこれはセロリですね。ちょっと下の方に切って、美味しいですよ。ちょっとしょっぱ、切ってします。薄く斜めに、こんな感じで薄く切りました。これをさっきのボウルにね、入れていきます。このボウルに冷水を入れて水を切ります。で、このさっき水切った葉っぱちゃんをもう皿に移して、これにさ、こうやって入れるわけ。ふんわり、このセロリが結構本当にいい感じだからポイントになるので、セロリ苦手じゃない限りはセロリ入れた方がこのサラダは美味しいんだ。こんな感じで野菜を入れたら、ここにマッシュルームがあります。ブラウンマッシュルームかホワイトマッシュルーム、こんな感じ。これをここのここを取って切ってきます。マッシュルームは焼いても美味しいけど、私生が結構好きなので、これも結構薄切り、こんな感じで薄く切ります。1枚これぐらいの薄さに切ったら散らしましょう。上からさっきのサラダの上に散らすんだ。もうこのサラダは素材を味わうっていうサラダなんで、結構ねシンプル、シンプルかつ大胆に。マッシュルームはね、結構いっぱい入れても美味しいので、こう味に深みが出るから、いっぱい入れちゃおう。で、これで下準備っていうか、サラダの、まあ、準備は完成で、あとはドレッシング的なのをつ、まあ、かけるだけ。あとはこう味付けするだけで、まず一品目は見た目も綺麗なサラダです。さあ、続いて冷菜を作っていこうと思います。次はタコなんだけど、タコもカルパッチョにしようと思っていて、これこんな感じ。立派だね、立派な立派なタコだよ。これをね、カルパッチョにしていくよ。切っていくぜよ。うん、美味しそうだね。これはね、ほんと白ワインに合うんだ、シャンパンとかで。私が作るカルパッチョのソースって、作るって言っていいのかわからないぐらい本当にシンプルなので、白身魚とか淡白なものとかでもすごくよく合うから、何でも、タイでもヒラメでもヒラマサでもタコでも全部美味しくなっちゃうから、本当にこれはね、おすすめです。しかもすっごく簡単。これジャギーン、これ私が小学生の時にイギリスのサマースクールで作ったお皿、可愛くない？雪の前マークとか雪の模様を描いたの、自分で描いたので、自分で色塗って裏にも書いてる、ことこって。これをママにお土産としてあげたら、未だに使ってくれてる。これ、タコを円になるように並べていきます。ソースを作るんだけど、はい、洗ったレモン、オン、レモンを絞る、粒マスタード、これをまあ大体大さじ1ぐらい、適当なんだけど、入れてレモン汁と混ぜる。ここにオリーブオイルを入れる。オリーブオイルを入れます。これも大さじ1ぐらいかな、大体。ソースこれで完成で、でこれにオリーブオイルと塩コショウかけた、まあ、こういう鮮魚の上にこれを回しかけると、もうちょっと先にかけちゃうとこう汁が出てきちゃう。とりあえずかけて、これは冷蔵庫にステイ。チーズ、これはもう焼くだけ、これ焼くだけ。鶏肉をさ、どうしようっていう話なんだけど、簡単に
なんかチキンステーキにしようかなと思っておりまして、にんにく一かけ、にんにく一かけを、パパお帰りなさい、なんか撮影してるの、うん、これ入っちゃう、いいよ、コトコがパパとママにご飯を作るっていう回、ありがとう、センキュー、弱火でじっくりニンニクの香りを引き立てるよ、ちょっといい感じになってきたから、この鶏肉ちゃんの方に塩コショウピペペペ、塩コショウピペペペペっていう感じでやります。はい、ニンニクがこんがりしてきたので取り出すぞ、これはカマンベールチーズ、これをね、美味しく食べるにはアルミホイルに包みます、こうやってやってここに蓋を作る、これは塩コショウしたのでオリーブオイルをかけ、結構たっぷりね、さらにかけたい場合はお好みで、で私はいつも東京ではパルミジャーノをこうやってあのおろそでするんだけど、これでも大丈夫ですよ、これはねいっぱいかけた方が美味しいので、あれコトコ迷路の夜ご飯完成です、どうですか、カルパッチョ、チキンソテー、サラダ、カマンベール、かわいいかな、イエーイ、どうパパ、どうパパ、すごいね、手早いね、こっちゃん、うんって何かパパ、ね、素晴らしい、何、これは食べる前にちょっとこうやってレモンしよう、でバターが結構こってりなのでっていうのと、あとねこのカマンベールチーズは、はい、パパ見て、カマンベール見てほしいの、これ焼いたんだけどグリルで、見ててね、うん、ういすごい美味しそう、これが蓋になるから中は焦げないし、そしてそれを何し バゲットつけてた、なるほど、お酒のあてにもなりますよって、どうですか、いいですね、イエーイ、では食べますので切ります、いただきます。